南砂。南砂は、東京都江東区の地名で、上東地域内である。現行行政地名は、南砂1丁目から南砂7丁目。郵便番号は136-0076。江戸時代から栄える、主に、住宅地。江東区で6つある、都市閣、行政、商業、文化などの広域的な拠点の一つに指定されている、江東区東部の中心地である。 下町情緒、江戸情緒が残る町並みと新しい町並みが混在している。10から30階程度の中、高層マンションが多く、人口も約4万人と、同様に、江東区内で再開発が進んでいる、豊洲地区、篠野見地区の合わせよりも多い、2007年現在、かつての宝六島や砂町の一部であり、江東区都市各の一つとなっている。 江東区の東に位置する、亀戸と新木場を南北に繋いだ線、明治通りの中間付近にある、東に荒川を有する、リバーサイドの町で、東京メトロ東西線南砂町駅から大手町まで東西線で10分ほどである。緑地が多く、荒川河川時期には荒川砂町水辺公園がある。南砂町駅東口からは、トピレックプラザ、 複合商業施設や、区立図書館、中央館付近まで続く、南砂三丁目公園がある。仙台堀川を埋め立てで作られた仙台、堀川公園や、都電の軌道跡を利用した、南砂緑道公園もある。南砂近辺は、区内各所及び、江戸川区など周辺各区から、買い物客が訪れる。このエリアで、以前から中核をなす複合商業施設、 トピレックプラザは、ジャスコ、ドイト、オッソ、フィットネス、ラウンドワンを各テナントとし、他に約40の専門店が集まる大型商業施設で再開発が進む南砂町駅の南側の新砂には、南砂町ショッピングセンター砂も、砂も、が立地している。詳細は、新砂参照。砂もはいつでも何でも揃っている。 心くすぐる日常があるをテーマに、三菱地所が運営する超東地域最大の複合商業施設であり、7つの大型店を含む100以上のテナントが出店している。砂も開業後、南砂町駅構内には関連する広告が掲載されるようになり、駅利用客も増加した。2つの商業施設はどちらも駅徒歩5分圏内に立地している。 この他にも南砂には、ニトリ、山田電機などの大型店が点在しており、江東区東部の主要な商業集積地となっている。南砂はこれまで記してきた通り、再開発により2つの大型商業施設が立地する、トピレックプラザと新砂の砂も、住宅地の地下は、2017年、平成29年の法事地下によれば、 南砂2から31から10の地点で51万7千円枚メートルとなっている。現行の南砂は旧武蔵区に葛飾群宝六島の一部、後の砂村神殿の全域と英帯に行った平井神殿の大半。南砂地区の町としての始まりは江戸初期に遡る。南砂は江戸時代宝六島と呼ばれていたが、そこを 砂村一族が開拓したことにより、砂村という地名がつき、調整の施考とともに、砂町となった、この際、砂村町が正しかったとの意見もある。以後、東京市上東区編入後、南砂町となり、やがてその大部分が、南砂一丁目から七丁目として、現在に至る。四十九年、天平正法万年、藤原鎌鳥の三世の孫である、 藤原と成が当時未開の地であった。この地に富ヶ丘八万宮を混流したという説がある。ただし、江戸時代初期に混流されたとの説もある。徳川家康が江戸の開発を始めた頃、江東区はほとんどが日東や佐す、吉原などの低出地で陸地ではなかった。南砂には以前、宝六島と呼ばれていた土地があった。1657年。 明暦三年、明暦の大火が発生。江戸の都市改造が進む、最中の1659年、万治二年、相模国三浦郡、神奈川県から砂村新左門が訪れ、この地で、神殿開発を行った。これが、砂村神殿となった。これは、現在の南砂一丁目から七丁目と、東砂八丁目に相当する。北端には、境川、源、 清瀬橋通り、別名を砂村川が流れており、他の神殿との境になっていた。なお、砂村神左衛門は、横須賀市栗浜の内川神殿や横浜市の吉田神殿も開発している。1681年、遠方9年、江戸市中から出る、ゴミの捨て場として英体に、大島日課と砂町神殿が指定され、定地の埋め立てが行われた。砂村神殿は、 金工農業地帯となった。砂村木をはじめとしてナス、キュウリ、スイカなどが盛んに促成栽培された。また、開発の際に、ヤワタ社が誕生され、現在の富ヶ丘八幡宮、南砂七丁目の前身となっている。しかしながら、水道もなく、真水にひどく、不自由したため、後に社は、深川へと移転し、富岡八幡宮、それ以降こちらの社は、 元八幡の通り名で呼ばれるようになった。須崎からこの辺りにかけては、海沿いの湿地が一面に広がり、継承地でもあった。元八幡は桜や松並木でも有名であった。現在では、町内でも著しく目立つ存在ではないが、元八幡という名が商店街や交番に残されている。他に、以前は、 千金稲荷神社が存在したが空襲により全焼し、現在は三丁目に神社跡の石踏みが立つのみである。なお南砂は東海道四谷階段に砂村温房掘りの場として登場する。温房掘りは実在の掘り割りで、境川と横実験川の交差する岩井橋のあたりにあった。仮想場があったため、こう呼ばれた。岩井橋の由来は、お岩さんである。 明治時代、南砂では、海苔や蠣、金魚の養殖が盛んに行われるようになった。江東区で活躍した金魚の養殖家としては、初代、秋山吉五郎が挙げられる。秋山は、砂町や浦安市などで金魚の養殖を行い、主文金などの新種を作り出した。1910年、明治43年には、明治43年の大水害が発生し、 富ヶ丘八幡宮の松、桜並木が全滅した。1917年、大正6年の大津波、正確には台風による高潮であり、津波とは異なるや1923年、大正12年の関東大震災では、南砂も大きな被害を受けた。1924年、大正13年、砂町海水浴場が開設された。これは、 地元青年団主催の海水浴場で、1日に3万164人の来場があったとされる。浅瀬が広がり潮干狩りを楽しむことができた。当時、この一帯は、観楽地であり、須崎の遊郭や須崎球場などがあったほか、1972年、昭和47年まで、上等電気軌道の路面電車が走っていた。砂町海水浴場は百四十八年、 昭和23年まで続いた。1930年、昭和5年、明治43年の大水害を教訓に荒川放水路が完成し、大正時代から昭和時代には埋め立てが進んだ。この埋め立てられた地域が現在の新砂である。当時の海岸線を示すものは21世紀初頭の現在、堤防がフェンスの土台としてコミュニティ通り、 海岸包み通りに残っているだけである。砂村一族が村民に植えるように言っていた堤防の松の木は今はない。宝六島の南砂の海はなくなってしまった。そんな最中の1934年、昭和9年、長い家風が散歩に訪れ、元やわた、富川岡八万宮を見つけて喜んだという逸話がある。その後、工場や町工場が立地するようになり、 工業地としての性格が強くなっていた。1929年、昭和4年、越中島支線が開設。北砂に小じ川駅が置かれた。1931年、昭和6年には、汽車製造の平岡工場、東京製作所が移転してきた。地盤沈下が進み問題となった。南砂2丁目は1918年、大正7年から1980年。 昭和55年の間に4.57メートル沈下したことが知られている。1945年昭和20年3月10日の東京大空襲では工場が狙われ南砂も大きな被害を受けた。戦後、1949年昭和24年の危機台風の高波にも襲われた。1959年昭和34年首都圏の規制市街地における 工業等の制限に関する法律、工業等制限法が制定され、工場等の新設、増設が制限された。また地盤沈下などの公害が深刻化し、企業の負担も増大した。1965年、昭和40年頃から大規模な工場移転が行われた。1969年、昭和44年には、低都高速度交通営団、現、 東京地下鉄東西線が延伸。南砂町駅が開設された。公共交通機関は、都電とバスしかなく、陸の孤島と,と揶揄された時代から一変した。工場の跡地には、団地が建てられた。汽車製造東京製作所の跡地は、南砂2丁目住宅になった。南砂1丁目から6丁目の各町に、都営住宅が建てられた。平成に入ると、 工場の地方移転が進み、高層マンションの建設が始まった。バブル景気により、スカイシティ南砂には、応募が殺到した。1987年、昭和62年、応募倍率が140倍に達したことが国会で、問題となった。2000年、平成12年、上東地区最大の商業施設、トピレックプラザが開業。2004年、平成16年、 新査大橋が開通した。これに伴い、新査土地区が整理事業が行われ、南砂町駅の南側で再開発が進んだ。永代通りの北側に大規模なマンション、南側には病院や商業施設が完成した。2017年、平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。最寄り駅として、東京メトロ東西線の南砂町駅と東洋町駅がある。東西線は、相互直通運転により東は、津田沼駅、東洋勝田大駅、西は、中野駅、三鷹駅まで乗り換えなしで行くことができ、日本橋駅、大手町駅、東京駅には、直結10分前後で到達する。 特に南砂町駅は2000年代に入ってから東口付近の再開発などで利用者が増加している。なお、南砂町駅は快速停車駅ではないが年々快速からの転換が図られている。通勤快速が停車し、2008年3月15日改正からは平日朝ラッシュ時の7時から8時半過ぎまでの約1時間半の日本橋。 大手町方面の快速はすべて通勤快速に統一された。東洋町駅は時間帯にかかわらず全列車が停車する。また、亀井戸、南砂町から新木場間の LRT 新線構想が存在する。都営バスが地域内を経由する路線を運行しており、主に都営地下鉄新宿線と JR 総武線へのアクセス手段となっている。また一部の系統は、 江東区西部や荒川を渡って、江戸川区へも運行される。道路は五番の目のように整備されており、2004年に新佐大橋が開通し、運行本数は少ないが新たなバス路線も開設された。なお計画として、新木場までの建設が確定している、東京港臨海道路を延べする計画があり、用地はすでに確保されている。商業施設、公共機関。 企業、代表的な公園、大通り、医療、福祉施設、学校、その他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。